光の変化や物理的な刺激に反応して敏感に閉じたり開いたりするチューブの先端のような突起物。この生き物は植物？それとも動物？この映像で生物の全体の形やその名前が分かった人は、海の生き物に対するよほどの知識がある人、あるいは珍味に詳しいお酒好きな人。突起の持ち主はホヤ。ホヤは今、私たち人を含む脊索動物の起源と進化を物語る興味深い生き物として生物学の分野で熱い視線を浴びているのです。三陸海岸の南、金華山を望む宮城県小鹿半島。入り組んだ入り江の連なる小鹿半島の一角にホヤの養殖海域があります。2月上旬、ホヤは産卵を終えた直後です。育てているのはマボヤ。海を立体的に利用するスイカ式養殖です。一つ一つの塊はマボヤの密集したもの。団子状の中心、核にあるのは牡蠣の貝殻だそうです。養殖のロープを引き上げてもらいます。ホヤ上がってきてからね。ホヤの餌は三陸海岸のプランクトン。産卵後の夏が旬、通称は海のパイナップル。これで5年目さ入ったんだね。赤い色にこの形、確かに植物のパイナップルに似ていますが、れっきとした動物です。ホヤはまあホタテなんかの敵だって同じプランクトンを食べるから、だからホタテなんかよりかなり量的に食べるらしいんだね。それは素人判断だけどね。だからホタテの周りにあまりホヤをやってほしくないと。だから漁場はホヤはホヤ向こう出すね、ホタテはホタテとこう決めてやってるんです。こう一本一本吊るす場合もその感覚も皆さんの倍以上だけでいますから、うつのホヤ食うとよそのふや痩せてて美味しくないっていう人もあるんだね。宮城県の水産試験場とともにホヤの生態研究と養殖技術の開発を担ってきた栽培漁業センター。かつてホヤを担当、生産量を向上させた佐々木さん。親潮の影響のある栄養塩のたっぷりした海水がホヤに非常に成長に適しているということが一つあります。あともう一つはリアス式の海岸、これが非常に養殖に適しているわけですから、ホヤとホタテとカキということでですね、宮城県岩手県並びに三陸沿岸域ではそのような養殖が盛んに行われてきたということです。ホヤの産卵時期とその生態的特徴について。当時12月のですね、23日24日の当時の頃、あるいはクリスマスの頃、この頃に産卵が始まります。でホヤの産卵は水温で言いますとだいたい10°C から12°C、それからもう一つは昼間のですね12時頃に一斉に産卵が開始されます。これはなぜかと申しますと、ホヤはですね卵と精子を一緒に出して受精するんですが、同時にですね集団として効率よく受精させるために昼間の太陽の光をですね利用して同じ時刻に産卵するというふうになってます。飼育されているホヤの産卵を観察しました。昼ごろホヤの群れは一斉に卵と精子を放出し始めました。2つあるチューブの1つから
まるで煙突のように卵と精子が噴出します。粒子状のものが卵、白濁した煙のようなものが精子。集団で産卵するので、あたりは見る間に濁ってきます。確かに奇妙な動物です。でもこの生き物が生物学者の関心を引きつけている理由は他にあるのです。ポイントはホヤの親の方にではなく、受精卵からの発生の過程にあります。佐々木さんの指導を得て受精卵の観察を行いました。これがホヤの受精卵。核がくっきりとしていて美しい球形。卵活が始まりました。今は1回目の2細胞期。卵活が進むと桑の実に似た形に。双日胚期です。驚くべきことに、孵化直前、卵の中には魚のような生き物が。ホヤの幼生の孵化、出てきたのは魚の稚魚ともオタマジャクシともいえるような奇妙な生き物でした。一般にホヤの幼生はオタマジャクシ型幼生と呼ばれています。頭と長い尾があり、活発に泳ぎ回ります。生物学者を引きつけていたのはこの幼生でした。生命進化のクライマックス、脊椎動物の登場を予言するかのような生き物、それがホヤの幼生でした。無脊椎動物から脊椎動物に移行する過程での生き物ですから、形はですね、海のパイナップルということで植物のような形をしているんですが、ホヤの浮遊幼生にですね、脊椎、背骨のですね、原型が透けて見えます。それが浮遊幼生の間、脊椎が形成されていて、それが浮遊幼生が終わって、何か海底の岩とかですね、そういう器物についた後に、そういう背骨がですね、退化して、それであと口の部分でですね、器物にくっついて活着してですね、そこから新たにホヤの親として形が作られていくということですから、ホヤの形の元の幼生の中にはですね、背骨があるというふうに理解いただければよろしいかと思います。ホヤの幼生は活発に泳ぎ回った後、口の部分で岩などに付着します。これを幼生の多いところで待ち伏せし、カキの貝殻を使って人の手で積極的に集めることが種付け、すなわち養殖の開始です。ホヤの幼生が付着したカキ殻、肉眼では分かりません。この後カキ殻を分散してロープに取り付けるのだそうです。これにホヤの幼生を付着させるわけですね。こうやって、ほぼ1年ですか、吊るしておいて、だからもう次はついてるわけなんです。肉眼では分かんないだけで、このロープに挟むときは30センチ間隔ね、その時でもってだいたい4ミリから5ミリホヤ1個の大きさがね。オタマジャクシ型幼生からホヤへ、発生はどのように進行していくのでしょうか。こちらがですから、ホヤの幼生の頭の部分です。それから、背骨が退化して、ホヤの幼生のですね、オタマジャクシの胴体の部分がここの部分に相当するわけです。海水を吸入する管と排出する管が形成されます。吸入する部分がこのプラス、ここの部分で吸入するわけです。それから
マイナスの方の部分がこの部分に相当します。ですからここのマイナスの部分の管で海水を排出するということになります。このエラの部分でろ過されて、さらにその植物プランクトンは胃袋は消化管はですね、この部分にぐるっと回ってます。だいだい色の筋肉の膜が通常我々が食用としているホヤの筋肉質です。精巣です。その黄色い部分が精巣なんですが、この黄色い部分の精巣と精巣の間隙に形成されている茶色い部分が卵巣です。ホヤの幼生はですね、オタマジャクシの幼生の先端部分に、我々人間に言いますと目に相当する組織があります。その組織の部分はですね、その後吸入する部分と排出する部分のここの部分に目の部分がですね残されているというふうに言われています。ホヤの幼生の体の構造、単純ですが目と脳があり、脊索の周辺に発達した筋肉が運動能力を生み出します。5億7000万年前のカンブリア紀に無脊椎動物の中から例外的に体に棒のような構造を持った脊索動物が生まれたとされます。ホヤはナメクジウオとともに今もこの背骨のルーツを遺伝子の中に持って生きているのです。毎年その千変万化する自然環境の中で安定して種苗を取るためには、ホヤのですね産卵、あるいは冬幼生、あるいは冬幼生が生育する天然の海の環境条件等々をですねモニタリングしながら毎年データを積み重ねていく必要があるだろうと、ホヤの初期生活史についての課題はまだまだこれから非常に大きいものがあるだろうというふうに考えています。ホヤ、せっかく幼生段階で脊椎の原型となる構造を持ちながらも動くことをやめ、進化の過程で固着生活へと体を変えてしまった不思議な生物。紀貫之の土佐日記にも登場、特有の甘みが食通の人気を集める海のパイナップル。ホヤは5億年の時を宿しながら、これからも私たちに日本ならではの磯の風味と生命進化を探るヒントを共に提供し続けていくに違いありません。